フランシス・ハンターはアメリカ・ニューヨーク出身の男子テニス選手。フルゲームはフランシス・タウンゼンド・ハンターというフランク・ハンターと呼ばれることも多い。1920年代にアメリカを代表する男子テニス選手の一人として活動し、1924年パリ五輪の男子ダブルス金メダルをはじめダブルスで多数のタイトルを獲得した。シングルスでは 1923年ウィンブルドン選手権と1928年、1929年の全米選手権で3度の準優勝に終わっている。右利きの選手で身長180センチメートル、体重82キログラムほどの大柄な体格の持ち主だった。彼と同世代の男子テニス選手には同じアメリカのビル・ジルデンとビル・ジョンストン、フランス、四十士などがいた。 ハンターの競技経歴は、早くも第一次世界大戦中の全米選手権から始まり、戦時中の大会に1915年、1916年の2度、出場した。終戦後の1921年、ウィンブルドン選手権で、ブライアン・ノートンとの準決勝に進出する。2年後の1923年、彼は、ウィンブルドン男子シングルス決勝で、ビル・ジョンストンに0から6。 3から6、1から6で乾杯し、ここで準優勝者になった。翌1924年、ハンターは、ビンセント・リチャーズとのダブルスで活躍し、ウィンブルドン男子ダブルス初優勝と、パリゴリン男子ダブルス金メダル獲得を達成した。ウィンブルドンでは、アメリカのベテランペアであるリチャード・ウィリアムズワトソン・ウォッシュバーン組に6から3、3から6、8から10、8から6、 6から3で競り勝った。オリンピック決勝では、ハンターとリチャーズは、フランス代表のアンリ・コシエジャック・ブルニョン組を4から6、6から2、6から3、2から6、6から3で破り、金メダルを獲得した。2年後の1926年、リチャーズやスザン・ヌランランなどが、世界初のプロテニス選手になったことから、次の1928年アムステルダム五輪で、 テニスはオリンピック競技から除外された。3年後の1927年、フランシス・ハンターはウィンブルドン選手権で男子ダブルス、混合ダブルスの2部門制覇を達成した。男子ダブルスではビル・チルデント組、フランス、4重4のアンリ・コシエジャック・ブルニョン組を1から6、4から6、8から6、6から3、6から4で倒した。 混合ダブルスのパートナーはエリザベス・ライアンで、ハンターとライアンは、レスリーとキティのゴッドフリー夫妻を8から6、6から0で破った。ハンターにとってはこの部門の初優勝で、ライアンは1923年以来4年ぶり5度目のウィンブルドン混合ンダブルス優勝であった。ハンターとチルデンの組は、同じ年の全米選手権でも男子ダブルス優勝を飾り、 4大大会男子ダブルスに連勝を果たした。この年から1929年まで、ハンターは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手を務めた。1928年と1929年、ハンターは全米選手権の男子シングルス決勝で2年連続、準優勝の苦敗をなめた。1928年の決勝戦では、アンリ・コシェ、 1929年はビル・チルデンがハンターの壁になった。1923年ウィンブルドン選手権と合わせてハンターは4大大会男子シングルスで3度の準優勝に終わった。2度目の全米準優勝に先立ち、1929年ウィンブルドン選手権ではヘレン・ウィルスとの混合ダブルスで優勝がある。これでハンターの4大大会優勝は ウィンブルドン選手権で4勝、全米選手権で1927年の男子ダブルス優勝と合わせて、総計5勝になった。1930年の全米選手権準々決勝で、ジョン・ドエグに敗れた後、ハンターは36歳でプロテニス選手に転向し、チルデンたちとプロテニスツアーで戦い続けた。1961年に国際テニス殿堂入り、 1981年12月2日、フランシス・ハンターはフロリダ州パームビーチにて87年の生涯を終えた。ありがとうございます。